どうもこんにちは皆さん。買いましたよ、ランクル80です。いやもうほんとね、最高ですね。というわけで、まあ細かい外装とか内装とかはまた別動画でやりますんで、今日はもうまあざっくり紹介、ね、していこうと思います。でランクル80っていうのはランクル300系の公式動画でこういうふうに言われてましたよね。実は強く意識したのがランクル80です。誕生から30年が経過した今もなお歴代ランクル最高の悪路走破性を持つと言われています。はい、というわけでもうランドクルーザーシリーズで最高の走破性を持ってますよってね言われる車なんですよ。もうそれだけで80欲しくなっていいと思います。それだけで買っちゃっていいと思う。僕もそうですよ。まあとは言ってもこれメインで乗ってるのは僕の嫁さんですけどね、妻が通勤で使っております。まあじゃあザクッと見てもう出発して早速ねこいつの運転の楽しさを伝えていこうと思います。じゃあさらっと外観いきましょうか。はい、こっからフロントですね。で本当にカスタムしたいものっていうのがもう買った段階で揃ってたんですよ。ウォンウィンチで革命の4灯。なんでこんな状態のいい80が中古車市場に出てきたかっていうと、前のオーナーさんは40に乗り換えたそうです。まあそれ聞いた瞬間に納得ですよね。ここまですごいカスタムしてくれた人がなんで80手放したのかなね。もう本当次乗る候補者なんて40ぐらいしかないですよね。まあこれまでもねいい状態の7080出てきた時、前のオーナーさん何に乗り換えたのっていうと、今んとこ僕は 100% 40ですって言われてますからね。はい、ナローボディで若干のゴムのフェンダーついてます。タイヤは255、扁平が85で16インチですね。80には珍しい観音開きですね、グレード GX ね。本当に迷ってる人はね、勇気出して買ってみてほしいなと思いますね。でちなみに走行距離にあっては29万キロです。まあでも整備をしっかりしていけば大丈夫ですね。信頼できるお店にお任せできるっていうのは本当に恵まれてると思います。そういうお店見つけるのって大事ですよね。まあ簡単に見るとこんな感じ。はい、29万キロマニュアルでデフロック付きですね。今なかなかねディーゼルマニュアルのデフロック付きは出てこないので、本当即決しないと手に入らないですよね、こういう条件ってね。足回りは6インチアップですね。ナビックのサスです。今もう生産販終了かな。まあまたね装備の詳しいところは別動画でやります。デフガード大活躍だね。ロックスライダー付きです。はい、今の聞きました、指導音マジ最高なんだよね。もうやっぱいいですねディーゼルエンジン、ね、結構周りにも80乗ってるオーナーさんも多いんですけど、ね、なかなかディーゼルエンジンの方が、まあ、排ガス規制地域内っていうのもあってなかなかいらっしゃらなくて、もうガソリン税に、ね、押し負けてるんですよね。なんとかディーゼルの魅力こちらもね伝えていかなきゃいけないのでね、はい、走っていこうと思います。いやもうね何ですかね、本当に運転はね楽しいですよ。唯一無二だね。70ともまた全然違います。乗れば分かりますよ、まず楽しい。これってすごく大事だと思います。うん、もう今の車みたいにめっちゃ快適とかめちゃくちゃ便利だよとかそんなのは全然ないんだけど、もう関係ないですね。もう最高です。これまで車に試乗して電撃が走るような衝撃、うん、それぐらい感動した感覚っていうのが3回だけあるんですよ。1回目はディーゼルのランクル70初めて運転した時、この時が一番もう雷撃を受けましたね、体に。で2回目はランクル80を運転させてもらった時で、3回目はランクル40運転させてもらった時なんですよ。もう本当に特に1回目の70のディーゼルですね。まあ当時はプラド乗ってたんですけど、うん、それに乗ってお店に行って77のディーゼルを運転したんですけどね、マジでびっくりしましたもんね。あ、こんな車があっていいのかって、そんな衝撃をマジで覚えてますね。もう試乗しながら70の時は、あ、もうこれだわね、この車こそ俺が求めてたものだなって本当に感じました。その時はもうプラドの売却先もまだ何にも考えてなかったのに70契約しましたからね。で80に初めて乗った時も本当それに近い感覚だったんですよ。
あ、やっぱなと思いました。ただ板バネとコイルの違いはあったけど、いや80も最高だなっていうのはもうよくよく覚えてますね。まあそんなこんなの後に40試乗した時に、ああなるほど、40は結局ランクルいろいろ知ってった人が最後にたどり着く車なんだなってのは、もう街乗りの運転だけで感じましたね。オフロードで40はマジで走ってみたい、いつかね。いろんな80のねオーナーさんが教えてくれました、この車の魅力ってのは。もう今は排ガス規制もあるし安全規制とかもあるしね、ランクル80みたいな車ってね、もう二度と出てこないと思うんですよね。出てこないというか出せないんですよね、そういうのがあって。本当気になる人は80は絶対に一回試乗してみるべきだし、迷ってる人がいると本当に背中を押せるんですよ。本当でも比類なき車ですよ。比べる車ないですもんね、80は。これは運転したら絶対わかりますから。未だになんでランクル80を乗り続けてる人がたくさんいるのかっていうところですよ。そりゃこれはね、乗ればわかるけど、そうなるよそりゃ。もう80乗っとったら、あのプラドがどんどん新しくなってもね、300系200系新しくなってっても買い替えることはありえないですね、本当に。でしかもこの80っていうのはね、乗ってると70よりも全体的に本当に優しいですね。使いやすいというか乗り味もそうだし、今の段差も全然柔らかくね乗れるんでね、本当に素晴らしいなって思いますね。70ってのはもう初めて乗った人多分遅すぎて泡吹いちゃうんじゃないかな。なんだこの車はって言ってなんでこの80系っていうのは、ファミリーカーになる理由っていうのは本当によくわかりますね。まあただこの80系も70ほどじゃないけど遅いですよ。速い車じゃないですからね。だから発進が遅いとかね、加速がーとかいう人は本当に絶対この手の車は乗れないのでね。まあそのあたりはね、注意しなきゃいけないかなと思います。まあでも最近ちょっとね80ひいきにしすぎてて、七七からはねよう怒られてます。77から浮気したんですかって言ってね、そんなことないですよ。僕の本命は本当に77ですから。この車はもう妻の車ね。まあでもね、あの僕が今乗ってるランクル70ってのは今も新車で作り続けられてますよね。まあそれにももちろん理由があるし、ランクル80がなんで公式が、ランクル史上最高の走破性を持ってると言ってるのかっていうのにも、まあもちろん理由があるわけですよ。はい、というわけでね、まあ今後もこのランクル80の魅力っていうのは70と一緒に、伝え続けていこうかなと思ってます。もう本当にね、ランクル70も大好きだけど、80も70と違ったところでいいのいっぱいあるなと思って、まあ気づいたら我が家の車になってたっていうぐらいですからね。はい、まあゆっくりゆっくりね、まったりと自分のペースで80の魅力も伝えていきたいと思います。はい、多分次回はあの外装と内装、足回りで、その後もはね、街乗りと高速道路乗って実際のインプレッションもしていきますので、またその際はお付き合いいただければなと思います。はい、それではね、我が家に80が来たということで、簡単に紹介させていただきました。それではまた次の動画でよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。